はい、皆さんおはようございます。ともに FIFA ペコの実況ゲームチャンネルのペコでございます。それでは今回フェローツ対ドラッグスの大接戦の試合を実況していこうと思います。まあ、前回初めてプロクラブの試合を見させていただいたんですが、本当にね面白い試合でしたね。まあ今回がこれが第2回目の実況となっておりますが、もう本当にプロクラブの試合はワンオンとは全く違った別物の試合ですね。同じサッカーの試合とは思えないぐらい、なんか非常にやろうと思えばどれだけでも自由に戦術的になるかなと思いますが、おーっとこれ左チャンスで決められましたね。いやーなかなか早い展開ですが、もう3分30秒で1対0で決まりましたね。ドラッグスのゴールで1対0です。早く決まりましたね。いやーこの高速カウンター的な感じから一気にクロスからのゴールでしたけど、早くも試合が動きました。まあ、前回の試合は前半戦は歯がゆい展開が続いた試合だったんですが、今回はすごく試合が動きそうな展開ですね。さすがに1対0では終わらないんじゃないかなと思うぐらいな流動的なサッカーが展開されている中で、うわうまいですが欲しかったですね。まあ、結構ロール、まあ、もう今作もというかずっとロールはかなり効果的で、しかも簡単に出せるということで、まあやりますね。うわーっとこれは抜いてる。いやー今のは日本代表長友の上がりを彷彿させるようないい感じの抜け出したけども、ここはちょっとねチャンスのとにはなりませんでした。さあコーナーキックから、さあここもしみんな流動的に動いてるね。さあショートコーナーで近寄ってきた、これはもう一回コーナーキックなりやり直しですね。ショートコーナーをやるんですが、まあ、機関線ついてるっていうことで何回もやり直してるのかな。立ち位置が悪いんだけど、これはチャンスにはならない。イガーもしっかりフォローしてる。しっかりまだあるけど残念ながらここはカットされましたね。さあまたカウンターになる。この白色のチームのこのロゴがローゼンポリですかね。ちょっと知識がないものでわからないですが、ドラッグスのチームのカウンターが非常に効果的に効いてますね。早いですね、全員動きが。わっさあ、上げてくるが、ここはキーパーナイスキーパーですね。しかしまだある。まだ中央に入ってきて、ボールが中に入れられるが、ここはナイス。あーっと、惜しいけど、これはファール取られた。あ、オフサイドですね。ここはファール、カメラワークが見られましたが。さあこれはもう一回攻撃ですね。いやさあこれはナイスカットです。さあしっかりと前線に上げてくる。ここは中央に入れずにサイドに上げるが、ここはカットされるがナイスカットです。さあショートカウンターになるかなと思ったがすぐ取り返す。いやドラッグスの完成度がちょっと今のところはかなり全面的に出てますかね。攻撃が熱い感じがありますよね。さあここしっかり上げていくがしっかりとカウントカウンターカウントじゃないカウンターをしっかりする。いやーちょっとどこ通してもちょっとパスカットされる感じがちょっと相手さんに相手さんというかフェローズにとってちょっと嫌な感じですかね。わーっとこれはカウちょっとねこういうのファール取られやすいですよね。ちょっと相手に当たっちゃってボールが取られたときは大体ファールな感じですね。まあ、FIFA ずっとやってると、まあ、こういうことするとファール取られるなとかって感触が多分培えるんじゃないかと思うんですけど、僕もワンオンシーズンでやってるときにはよくファールって言うんですが、まあなかなかファール取られないことも年々多くなってきて、もそれリアルになってくるにつれてもちろんファール基準も変わってくるんであれなんですが、まあ、ファール取られる中相手に当たっちゃってなんか弾かれた時みたいな、選手が弾かれた時のファールみたいな、まあ、それはいいんですが、さあもう一回攻撃ですね。インサイドから仕方上がってくるがここはしっかりカットする。さあまたすぐにカット。いやパスコースに入るのが本当にうまいな。さあ中央に出るけど、ああこれ通る。ああこれナイスカットですね。いや両チームともパスコースに入ってるので中盤でボールが停滞してるって感じですが、まあ、これは結構面白い展開ですね。わーっと一気に来る。
オフサイドはなしか。うお、素晴らしいゴールが、これは、まあ、ハンドっぽいけど、あまりハンドは、まあ、このゲーム的にはないと。どうなんですかね、ハンドっていうのは。実際ハンド取られてるシーンとか見たことないんでわからないですが、一応オンオフにはできるそうなんですが、ちょっとオンラインでのハンドの扱いはまだちょっと勉強不足で分かっておりません。さあこれはまだオフェルボール、さあしっかりと回してくる。これ結構プロクラブであの試合を見てて、まあ、まだ1試合、これが2試合目なんですが、見てて思うんですが、すぐボールをあの取られるよりもしっかりと、まあ、あまりチャンスにならなくても、まあ、こうボールを、ね、回してるとチャンスはいずれ広がってくるみたいなイメージですね。うわ惜しい、キーパーの動きがちょっと危なかったですが、これしっかりとカットされました。まあ、だからあの、まあ、一人一人がやっぱり人が入っているところを見るとやっぱりどうしても動かしたい、どうしてもそこに留まっておけないっていうところが、まあ、人間ですからあるんですが、あの、まあ、コンピューターを動かしていると多分それは多分あのまた違った動きをするとは思うんですけども、それをうまくついて逆に流動的に動きをするのを逆にいいことにパス回しをしてチャンスを見つけていくっていうのは結構プロクラブの試合を見ててすごい思いますね。まあ、ですがね、なかなかそれはね難しいですね。やっぱりボールを取りに行きたいとかやっぱ思っちゃうのがあの人間の差がといったところではないでしょうかって感じなんですが、まあでも本当に大会に出るレベルのあの人たちは本当にそれがね、うん、かなりうまく実現できているかなと思いますので、さあこれはカットされて、うわーでも裏から前線から上がってきてカットされましたけども、これはしっかりとファール取られて、これフリーキックですね。さあいいところでフリーキック、これは壁が右に来なかったらかなり入りやすいところ、しかも蹴るこの蹴る人が結構カーブしやすい蹴り方ですね。うわーシュート狙うかなんで、これ左隅狙いましたが、いやあれは僕は右隅に狙いたいところですが、まあいろいろこうやってプロクラブの上手い人の試合を見ることでフリーキックの蹴り方をね勉強できるのがありがたいですね。わあこれ抜けてるよ、わあチンにパス出せなかった。さあこれはもう一回立て直しですね、まっすぐに上げてくるが惜しいですね。これしっかりとカットしますね。さあ最初はドラッグスペースかなと思ったんですが、フェローズテストになってますね、いつの間にか。さあもう試合41分、何回もこのコーナーキックをやり直すっていうところでちょっと何か意味があるんでしょうかね。まだ、まあ、ポジショニング修正とかもいろいろ意味あると思うんですが、もうここは誰もいないところかと思いきやしっかりと上がった、うわ上がるが残念ながら、いやディフェンスが良いね。さあロングシュート狙うが残念ながら入られた。さあこういうはカメラワークが、ああなるほど、一応あっちを確認してからパス出してるって感じですかね。奥の方の選手の位置を確認しながら、さあこれ正確なパスが通るがちょっとトラップが見られる、胸トラップがちょっと見られましたね。さあロスタイムは3分です。このまま1対0でいきそうな感じですかね、このままペースでいけば。わーっとこれはカウント食らう、1対0で終わるかと思いきや最後にチャンスが待ってたけどもナイスキーパーです。うわー今の惜しいね、ナイスキーパーでした、うまく見たかったね。さあショートコーナーになるか、いやもう一回ポジショニング修正しますね、ここはしっかりと動きを見てから。さあここはショートコーナーに来る、一回戻す、そして上げる、シュートはなるがちょっとね上行っちゃうんですよね、なかなか枠内に行ってないですねこのキックが、それがちょっとね惜しいところですね。さあこれでもう笛は前半戦はなりそうな予感ですかね。さあゴールキックスタート、さあ上げてくるがまだフェローズボール、まだあるよまだあるよまだあるけどスルーパス通るけどもこれキーパーかな、惜しい、いや惜しいですね。キーパー大活躍の前半戦でしたということで前半戦は終わりですね。いやまあ前半戦の最初の最初3分30秒から一気に1点目決まったのは完全に心の隙をやられちゃったって感じですね。まあ僕もファンオンではよくあるんですが、前半戦結構最初の頃にスカッとね点を取られることが多いですね。本当にあのそれはあのなかなか前半戦の終盤には考えられないような失点をしちゃうんですよね。でそれは本当になんかふわふわした展開、まあ意図的に作り出してるのかわからないですが、結構本当に今作では僕は多いですかね。今作も多いですかね。これはちょっと言い方も違いましたね。
4141ですかね。さあ行きましょうか。ジダンですかね。ジダン選手よく登るんですけど、さあ今回はこちらが左に攻めていくのがこれがフェローズですね。右側に攻めていくのがドラクス、まあ、レアルマドリードユニフォームがフェローズですね。1点目さえ取られましたが、フェローズはずっとペースはフェローズペースのままですね。わあ、これは PK 取られかけたが危なかった。上がってくるが、ここはナイスカットです。さあ一気にカウンターになる。さあ4人ぐらいが上がってくるが、しっかりとストライカーの選手に渡る。さすがのパスですね。いやー惜しいですね。おーっとこれはミスですが大丈夫です。まだフォローしました。今の危なかった。まあ今のとかがね、結構読まれててスカッとなってそのゴールってパターンもプロクラブでは結構考えられたりもしますかね。まあ、ワンオンのシーズンモードとか FDT ではなかなか今のは多分コンピューターを動かす以上考えられないような感じですけどね。さあでも渡る、この選手が足が速い。さあ中央に入れてくる、わあナイスパス取るけど、わあちょっとこれは浮いちゃいましたね。もうちょっとうまくミートできればスーパーゴールが決まったところでしたが、枠内には持っていきやがったですね。さあしっかりポジションに確認してゴールキックです。結構あの第1試合で見なかったカメラワークを見せていきますね、今回の試合では。うわー、通る。オフサイドラインギリギリ。いやー、うめえ。いや、これはうまいよ。なかなか、まあ、分かっててもなかなかそこにはいかないですけど、このクロスうますぎる。いや、プロクラブの試合見てて本当に思うんですが、こういうグラウンダーの正確なパスを出す人、本当に多いというか全員出せますね。まあ、まだ第1試合とこれが第2試合でしか見てませんが、正確なこのパス出す人が本当に多い。まあ、結構流行りでもあるのかもしれませんね。もしかしたら点の取れる方法として、その足の速いサイドバックの選手、もしくはあのストライカーの選手が走り込んで、あの正確なグラウンダーのパスっていうのが、まあ、結構あのそこ空いてるんで、結構スペースが、そこは狙いどころなのかもしれません。さあこれも上がってくる。いやー結構フェローズペースだったんですが、ドラッグスは結構ワンチャンを決めてるっていうところですね。いやーカットから上げる。あと5打5打となって、しかしこれは返していく。いやナイスペースです。いやーこれ一気にカウントになるよ。これはあでも2人しっかりとね残ってたね。いやーいますねディフェンスが、結構保険かけてるようなディフェンスですね。いやいいですよね、まあ、全員攻撃全員守備っていうのは、まあ、理想的な形であるんですが、カウンターに備えて何人か残しておくっていう戦術も結構重要なことではあると思います。さあこれロングボール、うわナイスパス取る。うわしかしここもしっかりとカット、素晴らしい。中盤のカット率がちょっと高めです、ドラクス。あとこれはスライディングがちょっとかすって、一気にチャンスになるが、うわみんな来るね。一個ボールが壁を抜ければチャンスになるんですが、なかなか抜けれないのがフェローズです、ね。さあこれはドリブルで仕掛ける、うわ抜けるが、ちょっと硬いですね、ディフェンスが。本当になかなかチャンスを生み出せないですね。さあもう一回来るが、しっかりと中までカットですが、これをカットし返す、それをし返してますね。いやちょっとドラッグスのちょっと守備と硬さと中盤の厚さ、そしてストライカーの決定力、そう今回はちょっとかなり素晴らしい完成度を見せているのがドラッグスですね。わあうまい。なんていう視野なんだっていう感じでパス出してますね。わあでもいません。あいた人。いやこういうところがねありますよね、うまさが。いや今のはもう完全にいないと思ったんですが、走り込んでました。信じてボールを追ってるって感じですね。ここはもう本当にチームの完成度が垣間見えるところです。さあ僕がボール上がってしっかりと、ここはポジショニング修正したが、ドラッグスはラインを決めて守ってますね。いやーこういうことちょっと見えてくると、結構攻撃する側としても結構きついですね。
まあなんかラインがしっかりと揃ってるディフェンスラインに立ち向かうのは結構、まあ嫌っちゃ嫌な感じなんで、まあラインが崩れてるとこしっかり攻め込みたいね。ああ、こういうとこいいね。うわあ、惜しい。ちょっとこれパスが甘かったが、これファール取られてます。いや、ファール取られてますね。さあ、いいとこでフリーキック。おっと、壁が違う方向に動いたぞ。これはニアサイド、はこれフォロー入ってますね。さあ、これはまあ普通にパスとか狙った方がいいのかもしれんね。もうフォローが2、3、2人も入ってるからきついわ。うわー、ナイスキーパー。いや、これもしっかりと人が操作してるキーパー、ナイスです。スーパーセーブでましたね。わあ、これでラックスいけるか。ナイスキーパーです。しっかりここはフォローしてましたね。さあ、もう82分で2対0だから、なかなか絶望的なスコアになってますね。いや、でもまだ全然逆転の目はまだあるかなと思います。サッカーは最後まで何が起こるか分からない。スポーツ全般に言うことですかね。さあ、これスローインからですね。フェロスローインです。さあ、これをチャンスにつなげていきたい。これをチャンスにつなげていきたいね。おー、いいよ。まあ、いっぱい人がいるところからしっかりとこういうスペースにボールを押し通していくのかなり重要。さあ、中盤から上がっていく。 でもディフェンスが本当に硬いんだよな。4人ぐらいでバーってくるんだよな。そこら辺は良いわ、本当に。惜しいですね。ディフェンスをしっかりとね、パスをつなげて、攻撃につなげていこうって感覚ではなくて、しっかりとそのリスク回避のためにクリアをしてるところはいいですね。まあ、その代わり相手さんのコーナーキックが多くなるのは、まあ、もちろんしょうがないんですが、まあ、得点を決められるよりかは全然良いといったところです。さあ、わあ、惜しい。いいところのスペースに入ってきたんですが、惜しいですが、ここ渡る。さあ、チャンス来た。うわー、ナイス。いや、どうしたんや、今の。今どうやってクリアしたかよくわからないところでしたが、ナイスクリアです。さあ、89分、2対0です。スペローズコーナーキック。さあ、これショートコーナーで上がっていくか。ショートコーナーに来そうです。さあ、ショートコーナーでくれ。うわ、ナイス。ドリブルが切り込んでくる。うわ、ナイス。うわ、連続フェイント。素晴らしいですが、これはちょっとね、相手のプレッシャーに押されたって感じですかね。ちょっと惜しいですね。あそこでちょっとパスが出ればゴタゴタとなってゴールの匂いもあったんですが、いや、それにしてもナイストリックでした。さあ、これドラッグスゴールキック。まあ、第一節で見せなかった時間稼ぎとかが見られなくて、まあ、正面衝突する感じが今回は良いですね。まあ、でも時間稼ぎが全て悪いわけじゃないですよね。前回の試合も本当にレベルの高い時間稼ぎを見せられたんで、プロクラブはさすがだなと思ったわけなんですが、今回は1対0でドラッグス勝利で終わりたいと思います。いやー、もう最初の前半3分のゴールも素晴らしいゴールだったんですが、本当に戦術的なものを見せてくれましたね。フェロズのチームはなかなか攻撃がうまくいかなかったということですね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。